ちは。こんにちは。お願いします。お願いします。まっちゃんと、佐々木かおりちゃん、いやよろしくお願いします。かおりん、かおりんですよ。どうも、阪神のユニフォーム着てますけど、あのファンです。88番、2人とも阪神ファンということで、そう、タイガースですよ。ちょっと阪神話をちょっとじっくり聞きたいですけど、かおりちゃんのバーターで来ました、ね、いや逆です、私がね、ゴリゴリのバーターで、ただでお世話になります。お願いします。ね、本当俺のお世話になります。お願いします。今年の阪神、はい、前半戦見て、もう後半戦始まりましたけど、はいはいはい、どうですか。いやー、やっぱりね、なんですか、矢野監督やっぱり選手と一緒になってもう一緒に走り回るお兄さんですかね。お兄さん、俺だって88番来てるんですよね、はい、葉っぱ見とし矢野監督のファンなんですよ、うん、はい、そうです、現役の時から。どういうとこがいいの、魅力は。私が一番最初に矢野さんを好きになったのは小学生の時だったんですけど、キャッチャーフライ飛ぶじゃないですか、その時にキャッチャーミットパッて外して、パッてここの角度、顔がいいんだ。そこからが最初です。いや、顔、そこから入りましたね。そのプレー、なんか鋭さ、眼光の鋭さと、もうなんかさっきみたいな、一瞬で出る殺気みたいなものに、なんだろうこの人って思ったところからスタートで。いや、そんなに顔いい。でも、ルッツはいいよ。疑問ですか。女性から見るとそうだね。まあ、でも確かに女性ファンはすごく多くて、そう、結構あの試合見に行っても女性ファンいますし、監督のユニフォームとかグッズが今も普通に常設で置いてあるってすごいなって改めて思います。いや、まあ監督は置くよね、どの球団。あと、矢野監督のね、選手引退した後のトークショーやると女性ファンが異常なほど多いんですね。そう、これ高田さんのトークショーの時は男が多いと思うんですよ。矢野ばっかり、矢野ばっかりでしょ。矢野は裏切らないけれど、矢野監督のなんかこの女性ファンはルックバイ、ああいうの好きですもんね、女性ってね。なんかね、なんかこう一見優しそうなのに実はめちゃめちゃ怖いっていうところとかもちょっとグッとくる。怖い、結構なんか選手のインタビューとかでは、現役時代それこそ能見投手とかが月刊タイガースで一番怖い選手誰ですかっていうふうに聞かれた時に出ました。まあ、現役時代はね、でも監督になって、矢野がっつってあるじゃないですか、はいはい、あれどう思います。あれね、なんかやっぱりこういろんな偉人たちの本をずっと矢野さん読んでたら、結局偉人の本の最終的な答えは楽しんでるっていう。だから自分も一緒になって楽しい。で、練習って苦しいじゃないですか。まっちゃんはファンとしてそれでいいの、ガッツいいと思いますね。阪神って前の監督さんの否定から大体みんな入ってきてると思うんですよ。まあ、そう、大体で今まで与党だった人間が野党がもう一回与党になって今まで与党だった人間が野党になったり、政権交代、僕らも本当ですよ、女性見るとき、性格がいい女性がいいなと思ったとき、そういうときは上半身が与党なわけですけど、だんだんあの時間帯に乗って下半身の方があの与党になったときあるわけです。与党になったり野党になったりするわけよ。上半身と下半身、阪神タイガースとか、そういうもんだよ。いや、だけど、あれ1年間やったら疲れますよ。いや、疲れるけど、あえてそれやるんじゃないですかね。やっぱりこう、共に苦しんで、共にやって入り込んで、やっぱりいいところ、やっぱり何でもそうですけどね、褒めないと伸びないですよ、人間って。山本五十六の言葉じゃないですけどね、やってみせて、やらせてみせて、褒めてやらないと人は伸びないですよ。高木豊さんの野球教師だって、それは、いいね、おー、僕うまいなー、おー、いいことしてんなーと。いいじゃないですか。言ってないでしょ、俺は。いや、言ってないけど、なんとなくわかりますよ。で、関根勤さんとかでもそうですよ。番組の時に、僕はちょっとモノマネすると、面白いね、まっちゃん。面白いわ。って言うと、喋れるんですよ。このトークショートバウンドだなと思っても、シーツのように取ってくれますよ。取りたいのショートバウンドでも、こんなボールでも、全部普通に取ってくれます。ただね、ベ、ええ、ンチに座ってる人間がいて、はいはい、例えばショートで争ってるじゃないですか、ポジションと、はい、ライバルが打ってもガッツポーズしてるでしょ。例えば木浪が打ったとしたら、同じポジションの子がガッツポーズしてたりとかするじゃないですか、あれ見てどうですか。あれ大事ですよ。腹の中でこの野郎と思えばいいだけのことです。じゃあ見せる、あれはそれに嘘をついてるっていうことですよね。いや、それは嘘も大事ですよ。あれ認める、大事です。あの大義名分ですよ、人間ってのは。それはあの佐野さんがエラーした時、掛布さんは大丈夫ですかって言いながら、しめしめこれでサードは俺のものだ。まあそうですよね。でだけど佐野さんが打ったら、やっぱりチームですもん。よかったですね、佐野さんナイスバッティング、そこでやるチームだ。それが大事なんですけど、やっぱり表はちゃんとやっぱり
番組だってこれ楽しく豊さんとかみんな喋ります、まあ、だけど女性タレントは女性タレントであの野郎が出てきたら私は負けられないっていうのはうちで思えばいいけど、やっぱり表ではそれを見せないっていうのもこれがやっぱり新しい時代のやり方ですね。逆に言えば大人っていうことね。それ女性ファンから見たらどうなの？ベンチの雰囲気が良さそうなのはすごくいいなっていうのは思いますし、さっきこの、 矢野さんの話にもなりましたけど、サヨナラホームランとか、ね、打つともう真っ先に出てくるからすごいなんかこう選手のちょっとこうお兄さん的存在みたいな感じなのはいいなと思う反面、確かに現役時代を知ってる選手が多いのもどうなんだろうな、チームとしてあれこの前ね、サードランナーでこんな高いバウンドで走らなかったんですよ、うん、はいはい、切れるよね、うん、その時にベンチ抜かれてたら監督が走れよって怒ってるわけ、うん、それは当たり前ですよ。それはでもそれは見せちゃいけないんじゃないの？いや、それは大事です。やれなかったやらなかったなんですよね。やれなかったのはしょうがないです。やらなかったやつはダメなんです。大山がオリックスの時にスライディングするけど、やらなかったやつはダメです。名指しで怒りますよ。怒ってる雰囲気が伝わらないんですよ。あれはもう星野監督の真似でもいいから、やれなかったは OK だけど、やらなかったやつはガツンでいいと思いますね。木浪がダメだったのはダメです。あれ突っ込まなきゃいけないです。その代わり次もう一回チャンスが来た時、木浪がちゃんとやらないですもんね。大山もスライディング、それわざわざリクエストまでやったのに、それはお前スライディングしないのがダメなんだバカ野郎って、それはミスはダメですよ。いや、それでね、はい、チームに取材に、はいはいはい、コーチは全然教えないっていうわけ。あで選手が聞いてくるまでそれまで指導はしない。あこのシステムに対してはどうですか？いや、今の人たちがどれやっても、いや、どんどん入り込まなきゃダメですね。それは不満。いや、やっぱどんどん聞きに、選手が聞きに行かないことにダメですね。ああ、聞きに来いと。でも聞きに行くまでコーチは喋っちゃいけないというシステムだ。ああ、そうなんですか。そこまでなんですか。そこまでです。いや、だからあるコーチは、いや、僕ら何もすることないです、まあ、聞いた時にはちゃんと教えるけど。どういう意図があるんですか？強制されてるという、選手が思うと良くないという、自発性というか、そうそう、自分で悩んだ時に初めてコーチに聞きに行くっていうシステムはどうですか？僕、今回松村さんと一緒に2月にキャンプ行かせてもらったんですけど、その時は結構こう野手と投手とか違うポジション同士の選手が結構セットになって、それぞれ意見交換をしたりとかっていう場面が結構あったんですよ。なんでその選手同士、ベテランの選手と若い選手のポジションの違う選手がこう違うポジションだからこそ分かることとか交換しているのはすごくいい光景だなと思って見てたんですけど、コーチ陣がそういう風な仕組みになっても全然知らなかったので、まあちょっと一個あるのは、岡田監督、二軍監督の時に他のコーチに言ってたのは、教えんなとあんまりいちいち来なかったって、桜井とかが来た時に、おい桜井いいやんかお前なおい桜井桜井おい浜中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 がこう見てで、まだ現役の頃に桜井とかそうだけど、おい何で打てないか分かるわ、何で打てないか分かるかお前って時に、分かります、おー分かりゃいいねん分かりゃいいねんそれだけ、ええ、中身があるのかな。桜井いじったらいかんねん、桜井いじったらあかんねん、おい本当分からんねん、悩んでテレビに来たらいいねんお前なあ、そんな分かるやんか桜井はな、おい、おい、それいいやんか、ええやんか、桜井なだから、あんまり変にいじるなよってのは上の時に下の人には言ってたみたいですよね。あんまり、でもね、コーチも変わるごとにね、また違う方法で押し付けると分からないって、心情、ほんと分からなくなってましたね。いや、あんまり言いすぎると分からなくなる。言いすぎると分からないけど、それ若手のライブのネタでも、なんでお前こういうネタやるんだって別のマネージャーが、ダメだよって言って、このネタじゃ絶対ダメだよって別のマネージャーが、ボロがポッとのボン。もっとテンポよくなったんだよ。お前テンポにこだわりすぎって、また違うこと言う人も言うんですよ。ありますね。もっとでダメだって言ったって、出てきてないよ。ちゃんとできてないもんな、と。お前のネタ全然ダメだぞ。いろんなマネージャーに言われると、もうこんがらがっちゃって。だけど俺も一応、はい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 って新人の時しょうがないで、はい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 ってやってる。これ分かんないですよ。マネージャーがネタネタすんなって言うのはまず大事、それがあったり。いろんなね、まあ、いろんな意見で惑わされちゃいますよね。いろんな意見で迷わされるんだったら、もうなんか本当信頼できるコーチが一人いて、そう
だったんじゃないですか。太陽の時とかでもいろんなコーチで迷ったりとかあったんじゃないですか。いや僕はあんまり聞かなかったから。ああ、みんながみんな武井さんみたいに聞かないわけにいかないですよね。なかなか人のいい、ああそうですかっつって。ただ梶谷は首根っこ捕まえてきて、ちょっと信頼関係構築させて、で教えましたけど。ああそれ大事です、ね、いやもう素質が素晴らしいんで、これは絶対ものにしなきゃダメだと思ったから、ちょっと来いっつって。でも他のコーチの目の前で絶対触るなって言って、俺も絶対教えるから。触るなっていうのも一緒じゃないですか。いやいや、もうね、ごちゃごちゃになるから。ああ、で多分阪神もごちゃごちゃになってきたからじゃないですか今まで。まあ確かにね。いや、山内和弘さんを教えたと思った、今度別の人に。新庄が活躍したの柏原コーチの時だけですからね。まあ、シンプルで、まあ、ほっとくっていうのが一番いいんですけどね。そうですね、あんまり教えないというのは。ただやっぱり精神的に支えになってやるコーチがいるといいですよね。そうですね、だからこう分からないことはでもなんか見てるとよく細かく教えてますけどね、コーチも。教えてます。見てるような感じしますけどね。新井亮太さんなんか2軍行くともう徹底的に教えてますよ。教えるのが好きなコーチもいるから。もうこうやって一緒になってこう二人三脚で、それはあの内田純三さんなんてもう翔太さんトイレ行くときもまでひっついてきたいや本当24時間翔太さんが待っていることで分かるか。よっしゃろーな、スイッチ一緒にやるぞ、もっと自分で交渉。内田純三ずっと来て、でもうそうか、翔太さんが行くとこいつかずっと来て、結局トイレまで、すいません内田さん、トイレだけは一人でさせてください。はい、戻ってこい。